この益城町の仮設住宅にお住まいの皆様からお話を伺いました。まず皆様がおっしゃったのはですね、被災した際に多くのボランティアの方々が日本中からですね足を運んでいただき、大変助けられたと、そして勇気づけられる思いだったということを語っておりました。それと同時に一日も早く安心して住める恒久的な住まいに移りたいという話を伺い、国としても町そして県と協力をしながら災害公営住宅あるいは復興住宅等のですね、この建設を進めて力を尽くしていきたいと思っております。復興はまだ何年かかっていくと思うんですけど、もともとあった町よりももっといい町に僕らがしていけたらなと思ってるんで、ずっと応援していてほしいなと思います。こう1年経って自分たちの益城に戻るんだと、みんな本当前向きに強いなと思って、もうまだまだやっと解体が済んだような状況なので、皆様方が不安に思っているのはやっぱりこれから先のお家に詰めるかなという部分ですね。で今回は総理に来ていただきましたので、早めにこう復興住宅なり何なりこうやっていただけたらありがたいなというふうに思っています。上通り、商店街、お視察をいたしました。とにかくさらに頑張っていこうというふう力を合わせてにぎわいを取り戻していこうという皆様の意欲を本当に感じることができました。熊本全体としてはですね、まだ立ち直ってないところとか被害が大きいところとかございますので、そこの皆様にうちのまんじゅうを食べていただいて、一瞬でもですね安らげていただけるように私たちは真心を込めて今からおまんじゅうを焼き続けたいと思いますので、だいぶ落ち着いてきてですね、お客様なんかの笑顔も非常に増えてきたと思いますので、これから先にはまた楽しみです。なかなか厳しいところもありますので、ぜひお力添えをいただきたいなと思っております。でもこうやってまた1年ぶりにお会いできて、私たちも頑張ろうというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。熊本城は何といっても、熊本県のシンボルであり、そして、観光の拠点といってもいいんだろうと思います。国としてもですね、また財政面においてもですね、熊本城のですね、復旧の支援をしていきたいと、こう思っております。今後ともですね、被災された皆様の気持ちに寄り添いながらしっかりとサポートしていきたいと思います。